リュー性詐称事件、異例の関係者全員死刑へ。昨年12月、オスのマリューをメスと偽り販売し、間違いなくメスのユリリから育てた。性転換したに違いないと狂言を吐いたことで法廷侮辱罪により死刑執行された在園氏とその弁護士。本日19日、冤罪であることが確定した。現在では譲渡、新王、一種でのみごくごく稀にメスのユリリがオスのマリューに進化することが判明。進化研究の第一人者の七竈門博士は、事例が少ないためデータがまとめられず、なかなか発表できずにいたとコメント。冤罪事件を引き起こし、法廷を侮辱した罪で、原告と検察官と裁判長に死刑が言い渡された。弁護士のみならず、関係者全員が死刑となるとは初だという。関連ニュース。オスのメスを気は抜けるが、メスのオスを気は抜けないアニマン氏の問題発言。野党森のオスをメスから隔離して進化を促す実験、ポケモン愛護団体から非難の声。本当に冤罪なんだよな。そして誰もいなくなった。冤罪で法廷を侮辱した罪ってどういうことだよ。アニマン氏分かってねえな。男対価からのオス落ちして私女の子だったのにって精子を吐き出すしか脳のない肉バイブとかすのがどんだけエロいのかをよ。この世界性別詐欺師多すぎだろ。死刑が軽すぎる。え？マジでメスのユリリからオスのマリルに進化するの？マジ？ユリリのオスメスとマリルのオスメス比が異なるからユリリでメス判定でもマリルだとオス判定もらうことがある。5世代まではユリリのオスメス比が1、3、マリル比が1、1だったせいでマジで起きてた。実際にメスの色違いマリル厳選してた人が進化させたらオス化して発狂した事件がある。運が悪すぎる。しかも全ポケモン中マリルでしか起こらない惨事。え、駆虫からピカチュウとかだと発生しないの？そうだよ。マリルオンリーなの。完全に気の毒すぎる。性別を決める内部数値があるわけだけど、ユリリの性別比率はオス25メス75。ところがマリルは50、50なのでユリリの時はメス判定になる25が最近の世代まで性転換しちゃってた。マジかよ、ユリリちゃんがマリル君になるのか。ありがとう、おとなしくメスのマリル捕まえる。この世界の刑罰、死刑しかないの？弁護士と裁判という概念が生き残ってるだけこの世界線は異常。この世界の司法関係にだけは就職したくない。枝豆ちゃんの悲劇を思い出す。メスのオスを血は抜ける。で、逆は、オス、メスになることは。国際負荷で頑張っていろユリリメスが生まれたのに進化したらオスになって発狂してた人いたな。この世界の司法はもう一回滅んでから作り直した方がいい。その結果が先ほどあった消されたニュースだと思う。関係者全員が死刑となるとは初だという。まだ傍聴席が残ってるよな。傍聴人はさすがに関係者とは言えないじゃん。言えないよな。でも裁判を取材しに行って記事に散々ひどい言葉を載せた連中が無関係ですっていうのは違うだろ。マリルが性転換するやつはなんか数値で性別管理してるからそれが変わってうんぬんってのを見たとある気がする。もう弁護士死刑執行されてることに誰も突っ込まなくて草。だって執行されてんだもん。よくこの世界で弁護士なんて目指すよな。罪恩師は草。現実にも性変換する生き物いるもんな。丈太郎が言ってた、水タイプの生き物はよく性転換するって。つまり人魚姫も、ごくり。これを機に死刑制度のやり方見直せよ。